に引いたら小数詞いけますね。さあ、シャー関節さあ、我関節なんですけれども、速やかに難をすっと、さあ、カーが入りまして、ああ、なんなんださあ、なんなん引きまして。なんなん引きまして、エーサーポン入りまして、エーサーあえてまえ、エーサーシャボ取り、まあ、両面でもね、取れたんですけど、両面でも取れたんですけど、もちろん高めね、高めだと、大数値やりますからね。ペーで、ペー抜きでローンしたときに大数値やるんで、まあ、もちろん高めで取る。まあね、そう、スッチーピンだとね、まあ、もちろん広かった。ああ、積もるんかい。ああ、やっときた、やっぱ50もかかったね。うん、煽りなんよ、うん、5巡目で大数詞いつもってやっと来たわ。もう完全に煽ってるんですよね。緑してますね。めちゃめちゃ緑している。あとはもう数層発やね。あでも初がちょっとね、かみちゃん持ってるわ。かみちゃん2枚持ってるんで、まあ数層かな。まあ引けて、うん、でまあでもまあ金の間なんでね、まあ、金の間なんで、まあ、そんなに無理はしないんじゃないかなとは思いますけどね。ああまあまあローピン打って、まあ、うん、そうですね、スーソーか、ああ、ハツ引いて。だスワンコのいいシャンテンでもあるね。うん、だからまあここで、ああ、強すぎ。さあ、ハツ引いて、スーソー引いて、もう強すぎ。あとはもうポンするだけなんですけど、まあ、ワンチャン面前でもね、ワンチャンスワンコ的な感じもありますよ。さあ、ちなみに、そうですね、3層スーソー、ちなみに、全山。さあ、そのもんで、ああ、天敗さあ、ちょっと天敗さあ、ウーソーチーソー。ウーソーチーソーとスーソー初ですね。まあ、ただ、そうで、まあ、一応そのウーソーチーソーの方が枚数的には多いか。うん、まあ、初がないんでね。初がないんで、スーソーのみと、でまあ、ウーソー1枚、いや、ウーソー2枚とチーソー1枚か。ああ、まあ、でもさす、ああ、そうそう、ああ、騙し買いましたサブローソー。ああ、でもサブローソー。サブローソーガチガチない。うん、そう、両面にね、両面に変えた方がね、もちろん広いのは分かるんですけどね。そのサブローソーガチガチなんや。てかもう手配真っ赤っかなんやけど。さあ、ちなみに、まあでもこれでね、サブローソー引いてもね、もう大丈夫、噛んでね、逃げれますからね。さあ、パーソー噛んで。さあ、パーソー噛ん入りまして。さあ、3層も噛ん入りまして。さあ、マジ、おい、ジャリーさん。いや、強っ。ああ、それ計算通りはもう積み込みない。うん、それ、関して、留意層数暗号でね、それ、計算通り、それ、やってるんですよね。はい、玉の場、トンパツトンパツで天砲やめてあげて。なんで席に座った瞬間さ、天砲でな、そんな削られなあかんねんで言う。ピンズが結構あるんで、まあ、数えもありますね。うん、3、まあ、鎮逸なら数えるかなって感じ。うん。そうですね。まあでも、ソーズがどうしようかな。ああ、でもこれもうソーズ打てないね。これはもうソーズ打ちにくくない？いや、まあ、ああ、もう絶対打たない。絶対打たなくて。まあそうですね。まあ、キューピーもいらないんで、まあ打ったとして、まあちょっとテンパイの形が気持ち悪いことになるかなっていうところですね。ああ、例えば、ああ、さ、リーチしましたね。リーチしました。ちょっとクソシャボやなーって感じだね。どうしよっかなーっていう。サンピューピー、ああ、さあ、缶入りまして、さあ、パーピン缶入りまして、さあ、まあ、チューは関係ないですね。チューは関係なくて、まあ、どう、ああ、さあ、ポン入りまして、下茶がトイトイですね。さあ、そしてもう3ピン持たれてるから、ああ、でもトイメンのウーピンが浮いている。さあ、トイメンのウーピンが浮いていまして、まあ、あれは多分トイメンから出ますね。まあ、どう考えてもトイメンから、ああ、これ出ました、ああ、出まして。まあ、でもまあ、リーチ、リーチ単位ドラさん、ああ、まあ、リーチ単位ドラさんぐらいだから、ああ、裏 8! ターチャの間で裏8乗りましたね。ちょっと手悪い気味ではありますよね。これ何種や？さあ、赤ウピン。さあ、初手赤ウピン打ったときは何の間か確認。金の間だ。金の間か。金の間。まあそうか。まあ。ああ、でも、ああ、なんかかなり来てますね。初手赤ウピン切りの決意がやっぱりツモを引き寄せてるね。やっぱり初手気合い入れることによってね、やっぱり流れ良くなるからね。さあ、そして、まあ、珍楼もね、ふんわり。本当にふんわりあるかなって感じ。まあ、国士と珍楼の天秤って感じだね。さあ、これ、ああ、ピン抜いて国士否定しまして、さあ、一品いきまして。まあでも、まだちょっと遠いね。あと1枚欲しいね。だ E1、9ピン、9層、あとに、あい。これでできました。これでポンポンロンでね、ポンポロンいける。さあ、まあ、どうでしょうか。あと、ああ、じゃあ、ああ、じゃあ、メンチンさあ、メンチンスワンコもありますね、一応ね。
さあ、E マンが残り、2万、あ、どう ?1 枚か。今1枚で、キューピンが残り、キューピンも1枚。で、9万が残り2枚。9万が1万おるな。9万が1万。じゃあ、速やかに引かねと。速やかに引くか、まあ、ポンしてテンパイ取るかですね。あ、さあ、リーチありまして。さあ、あちらのリーチがリャンピン。リャンピンかなり、あ、でもトイミング、まあ、残り山3ですかね。残り山3なんですけど、あ、さあ、テンパイ。さあ、トイミング、トイツ落とし。トイメンのキューピン、統一落としだったんですけど その統一落としは通らないんですよね。はい、栄翔の戦と言われて、さあ、ちょっと栄翔の戦がないから、ああ、じゃあ、たぶん新しいコラボのやつなんですけどね、もう関係ない。うん、おそらくね、新しいルールの戦なんですけど、全く関係なく地方。第三元行きたいので白、スッと、ああ、さあ、初、まあ、初、ああ、さあ、白、白、神ちゃん入って、あ、下茶や。白、下茶入って、さあ、ペーペー抜いて、まあ、そこそこ、さあ、いや、これちょっとあの、下茶から白が撃たれる前に、ちょっと、あら、やばい、ああ、さあ、白撃たれたくて、ここでーす、スッと、ああ、さあ、ペー抜いてーす、スッと、ああ、ちょっと、さあ、引けまして、ああ、さあ、やばいよ、下茶やばいよ、さあ、これ一巡助かってない、ああ、一巡助かってない。ってないのよ。さっき切ってりゃやばいね。その一巡がもう命取りなんですよね。本当にマンズ多いですね。マンズが多いということは4万ですね。そうなんですよ。普段ね、結構やっぱりサンマの配布多いんでね。うん。マンズが多いということは、これ4万なんですよね、っていうことなんですけど。んまあ、中連ね、いければいいけど、まあ4万なんでね。まあ、さあ、引きまして。うん、4まで玉の間でトンパツなんでね、そんなズバズバうまいこと引かないとは思うんですけど、そのリアンソもね、2枚打たれてるんで、そんなうまいこと引けないとは思うんですけど、まあ、あとは、ちなみに、イーマンリアンマンかな、ああ、じゃ、さあ、リアンマンが、ヤマに2枚いますよ。さあ、全然います。さあ、一応こっちもテンパイ、ああ、テンパイ、ああ、サンタさん、走って、ああ、そのなめたポンで、大丈夫か、さあ、大丈夫、また大丈夫、さあ、誰が振るでしょう、まあ、でも、まあ、積もる方が早そうではありますけど、いや、普通に神ちゃんも強いよ、実は神ちゃんもまあまあ強いよ。実は神ちゃんも、けど神ちゃん逆にマンズ引いたらやばいよ。あー、そのもんで、テンパイで、さあ、つもらない。さあ、意外と神ちゃん数世界線ある意外と神ちゃんマンズ引いた。あー、マンズ責任払いやな。それちょうだい。うん、これ責任払いやわ。やばい、さすがにね、その、陰層急層泣いたらね、それやっぱり純正中で高重になるよね。うん、これはやっぱりもう仕方ないんですよね。国士13面いいシャンテンですね。あらあらあの、ダブリーなんですけど。ダブルリーチ国士無双13面待ち。もう、いや、これ、どうなってるこれ。